はい、というわけで始まりました VSR 第2弾バンビエンシーショナビュ ー。さあ、りょうたさん、今日のフレーバーは何ですか？今日吸っているのはアルファエリートシリーズのリベラスイングです。アルファエリートエディションのリベラスイング、どんな香りなんですか？これオレンジピールとミントの香りしかしないですね。ジャパの感じはあんまり香りからは特に感じないです、ね、なるほどです、ね、はい、これリベラスイングっていう名前の由来はなんかリベラスイングっていうラテン系ジャズのね、陽気な曲があって、はい、そしたら吸ってみたらちょっと陽気な気分になるのかもしれないですね。いや、もうそしたらぶち上がっていきましょう。ぶち上がっていきましょう。じゃあ早速吸っていただきたいと思います。はい、リベラスイングをバンビエの通常のセッティングターキッシュボールで吸っています。煙の量十分満足できるレベルで出ていますね。煙の質はかなり滑らかで喉に全く引っかかることもありません。アルファらしいスムーズな煙ですね。さあ、お味の方いかがでしょうか？これオレンジとグアバの甘い部分を混ぜて作ったような味わいですよね。でミントとかも程よい、本当に清涼感が程よく味わったので、ね、ミントが苦手な方でも十分楽しめるという感じのミックスでございますね。なるほど、甘さとギーハの甘さが程よくて、はい、長く吸えるフレーバーですよね、飽きずに、はい、これ僕たちがオレンジとグアバとミントを混ぜてもここまでの完成度はなかなかできないと思いますね。ね、さあ、リベラスイングしたわけなんですけど、名前の通りなんだかリベラがスイングしちゃって陽気な南国のリブになってきましたね。イエーイ、コルマボーン。このままこのリブのままお別れしたいと思います。どうも、ピーサルでした。アディオー。